今回はタイムの育て方についてお話ししていきたいと思います。タイムね、ハーブの一種で、こう葉っぱをこさわると独特のスパイシーな香りがする、そういった植物です。種類たくさん種類があって、これは葉っぱがちょっとこう白い縁取りがある品種なんですが、香りの種類、香りの違いとか花の色とか葉っぱの種類とか形とか、いろんな種類があるハーブの植物です。はい、育てるポイントですね。結構強いんで、割と放任でも大丈夫なんですが、唯一弱点があるんですね。湿度が高い状態を嫌います。結構ね、わしゃわしゃと枝が茂っていて、枝がこう密になってくるんですね。で、そういう状態だと風通しが悪くて、でこの株元のあたりなんかが、湿度が高い、風通しが悪い状態になってしまうんですけども、そういう状態になっちゃうと葉っぱがね、黒くなったりとか茶色になってボロボロと落ちちゃうんですね。でだんだんに株が弱っていってしまう場合があります。特に梅雨時期なんかはね、そういう傾向が強く出てきますので、風通しのいいところに置いていただく、そういう管理が必要です。あとね、どうしても梅雨時期は、湿度が高い状態になっちゃいますから、梅雨時期の前にですね、枝を半分にこうバチッと、何も考えなくていいです。ずっと掴んでハサミでバチンと切っていただくと、また枝がね、切られたとこから枝分かれして出てきますし、風通しのいい状態を維持して梅雨をうまく越すことができます。冬前にもね、枝を半分ぐらいに切っちゃった方が、形が良くなると思います。なので、風通しのいいところに置いて、梅雨前、そして冬の前には枝を半分にバチンと切っちゃう。はい、そういう管理が必要です。あとね、ちょっともう一つポイントとしては、これ、まあタイムって料理、肉料理なんかの香り付けに使われるんですが、花が咲いてくるんですね。白い花とかちょっとピンクっぽい花が咲くんですけども、料理に使う場合は花が咲く前のこういう枝を使ってください。花が咲いた後だとどうしても、ハーブ全体的にそうなんですが、花が咲いてしまうと香りが落ちてしまうので、料理に使う場合は花が咲く前の葉っぱを使ってください。はい、あと基本的な育て方としては、置き場所は日当たりで風通しのいいところ、そして水は土の表面がすっかり乾いたらたっぷりと与えてください。で、土なんですけども、酸性土壌を嫌うので、土にちょっと石灰を混ぜてから植え付けるといいと思います。はい、肥料は特にそんな必要ないですね。はい、虫も病気もあんま見たことがない。一番はその梅雨時期の群れですね。湿度の高い状態、風通しの悪い状態を嫌うというのを気をつけていただければ元気に育ちますので、ぜひ、タイム、育てやすいハーブですのでやってみてはいかがでしょうか。ということで、今回はタイムの育て方についてお話ししました。